はい、それでは時間になりましたので、今日も始めさせていただければと思います。渋谷クリエイティブウェンズデー第8回でございます。はい、テーマですけれども、テーマ×イコール創造ということで、日本と世界、伝統と現代をつなぐ、文化の交差点作りカルチャークロッシングシリーズ企画の一つとして2019年から開始しております。渋谷をお舞台に毎月第4水曜日、さまざまなジャンルで活躍する人に注目し、クリエイティブについてお伺いする30分の企画でございます。はい、本企画はですね、渋谷ストリームエクセルホテル東急さんの、多大なるご支援を頂戴しておりまして、本日は総支配人の杉野様にお越しいただいております。杉野様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ホテルのご紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。はい、今スライドでこの4階のロビーの画像を載せさせていただいておりますけれども、私どもホテル昨年の9月にを統一いたしまして、コンセプトが渋谷から世界へ感性を進出するホテルということになっております。ですので、まあ音楽だったり、食事だったりアートだったりというようなところを、渋谷から発信するというところを、お客様にお届けできたらなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。渋谷ですね、時代ですね、時代といろんな世界が交差する場所ですよね、皆さん。そうですね、はい、まさにいろいろなものが、はいはい、なんか実はそこに飾ってあるインテリアの中にいろんな歴史が分かるようなものがいっぱい置いてあってですね、フロアごとに年代をイメージしてデザインが作られていたりということで、今日は伝統ということをテーマでお話しさせていただきますけども、そういった伝統を、歴史を、また感じることもできる、ホテルでございます。はい、そうしましたらいただきます。本日はですね、トークテーマ渋谷と伝統ということで、紹介、坂井音正先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。坂井音正です。はい、ナビゲーターはスタンワークの林が務めさせていただきます。はい、音正先生の、プロフィールを私の方からご紹介させていただきます。26世関税総計関税よかずおよび父に父、重要無形文化財総合指定保持者、能楽協会会員、2歳で初舞台を踏む、すごいですね、2歳、6歳の若さで初して主役に抜擢される、以降数々の舞台に全身全霊を持って務める、また舞台のみならず小中学校外国人のためのワークショップなど能の普及にも尽力している。先生、そうなるともう2歳で初舞台となると何年もやりになられていることですか。数だけは多くて、43年ですかね。私はそれ5年で終わりました。問題ない。すごいですね、やっぱりそういう、ね、長い間おやりになって。来年は娘が4歳になり、4歳、今4歳、はい、来年5歳になりますので、はい、4月にクラマテングの私と同じ、役花見で、初舞台を出ます予定でございます。お父さん嫌われたりしないんですか、そういうのは。今のところは大丈夫。まだ稽古しておりません。ああ、そうですね。年明けから稽古しろって。結構ドキドキしちゃいますね、やっぱり。やっぱ厳しく先生と弟子ってことになりますね、それは。まあそうですね。やはり、はい、稽古に関しては、好まれる、嫌われるというところを超えてですね、はい、伝えていかないといけないところをやはり重視して、参ります。はい。さて、能楽とはというところで、本日はですね、音正先生来ていただいて、能楽についてお話をいただければと思っております。普段なかなかですね、渋谷に、いる皆様は、能楽に親しみがある方もない方もいらっしゃると思いますので、今日はそういったところで、一般の人にも分かりやすいようなお話をいただければと思っております。そもそも能が生まれたヒストリーというところなんですけど、先生こちらの方を少しご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、今出てまいりました、山岳、これは大陸から伝わってきた芸能でございますですね。また、田楽、これが、田植えの儀式、天下太平、五穀豊穣を、
祈祷してですね、また未来への、願いも込めて、回れる。現在では色濃くその田楽の芸能が伝わっているのが、大きなという演目ございますが、はい、まあ、能にあって能にあらずともおっしゃる方もおられるんですが、もしかすると一番能の重要なエッセンスが散りばめられた演目でもあるのではないかと思います、はいはいはい、この三楽がですね、こう2つに分かれて、能と、はい、もう一つには宮中のね、はい、雅楽、はい、に伝わっているとも言われております。そこ分かれてたんですね、それは。はい、三楽は基本的に音楽っていうことになりますね。そうですね。はい。田楽は踊り。はい。延年のは何？延年の舞と言いまして、はい、山越のね、はい、舞になりますんですけどもね、はい、今では、歌舞伎のところで有名な勧進帳、お能ですと、その元になりました、安心の安に、自宅の宅と書いて、あたかと読みます。あたか、はい、あたかの延年の舞というのは今でも今日残ってやっています。はい、はい、そして、室町時代観阿弥世阿弥の親子によって、能の原型が完成されます。はい、こちらですか。はい、はい、ありがとうございます。まあ、観阿弥世阿弥、特に、この世阿弥の方が、家伝書等々の書物でですね、大変全世界の方たちに、読まれておりますけれども、この書物と、私思いますのは、能はこう見るものではなくてですね、演じるものですから、書物を読み、また実際に体を動かすし、体感体験することによって初めて、650年前の方が、今日もしくは1000年先、1万年先の人々に、伝えようとしてきたことが紐解けるのではないかと思います。先生は実際そのじゃあ、演じられる、お立場にありますけれども、やっぱりそのどういうことを考えてこれをやってたんだろうなっていうのが分かるときあるってことですね、じゃあ今の話だと。そうでございますね。まあ、私は学校の勉強があまり得意ではなかったんですけれども、学校の先生がですね、このお弟子さんにも、大勢いらっしゃいまして、私は申すんではなくてですね、学校の先生が、おっしゃるには、学校には行かなくても、このがあれば生きていけるんではないか、それぐらいの教養とですね、まあ、生きていくとはどういうことかというのが、まあ、ノートはということにつながってくるんではないかなという。ここにしてるんです。だから上層教育までじゃあ伸ばすとか使えるといいですね。そうしたら。そうですね。今の伝統とか、実際つよさんと結構伝統とか触れられた機会とかってあるんですか。本当にそうですね。本当に高校生の3年間茶道部ぐらいでしたみたいなぐらいの、なかなか本当に先生にお話できるのも全くできないんですけれども。やっぱりそういう、こう茶道とかもそうですけれども、実際やっぱり体験してみると、なんでこういうふうにお茶を出すのかとか、この一つ一つの所作に何となく意味を感じますよね。そうですね、うん、そういったところですかね。我々の思いに至るところでいうと、そういう感覚のことなのかなと思って。そうでございますね。やはり能の世界もお茶の世界と同じように、型みたいなものがとても重要になります。まず、型があって、それから、心を入れていくと思います。心が素晴らしくても、まず型が崩れてしまっては、こう後世にですね、正しいものを伝えられないという意味で、まず型を、作り上げるということが、第一でございます。よく型なしとか型破り、やっぱ型があってこそのそういう話ですからね。そうですね、おっしゃる通りです。はい、それでは次ですね、室町時代の権力者足利義満の庇護を受け、あ、義満公が結構ここを広げています。高度な舞台芸能として大成している。はい、まあそうですね、やはり能、今日に加えます能面、能装束、大変素晴らしいもの、まあ、素晴らしいものを、作り上げていくに
行くときにはですね、今年、ラグビーのワールドカップがね、日本が大変いい成績をにすると言いますか、一つに集約していかないといいものというのは作れない。その時に、足利義満さんと、それぞれの農薬者にも農のことだけを考えれば、生活は自分たちが面倒を見るからという意味で、まあ、農学士のみのみならず、装束の作り手であったりですか、その時代に作られた農民の装束は今日どんなに一生懸命頑張っても、太刀打ちできないほど、素晴らしいものでございますですね。やっぱりこうルネッサンスの時期とかも同じですけど、やっぱりこうそういう権力者とかあのお金持ちとかがそうスポンサードをして、まあアートだけに集中できる状態を作ってあげると、そういうもいいものがより出てくるということですね。はい、そうです、はい、ありがとうございます。そして、次でございます。江戸時代に、室町から江戸時代はどうなっちゃったんですかね。この間って秀吉とかが割とでも農学は応援してたんですよね。そうでございますね、はい、信長から始まり、はい、おっしゃるように、はい、橋場秀吉、まあ、はい、豊臣秀吉、はい、徳川家康とですね、はい、先ほど申し上げたように能は、見るものではなく演じるものとして、皆さん、時の執権を取ってこられた、頂点を目指した方が皆さんお能を踊ってお前に伝ってられたわけでございます。ですから、秀吉公に関しましては実際に、明智討ちといった、新作の、ね、自ら手掛けて、作られたことでも大変有名であろうかと思います。新作のはその本を書いたの誰になるんですかね。秀吉がまずが書かないですね、まあ、当時の学者担当ですね、はい、農の研究者、はい、農学士を交えてですね、はい、あの作られたので、はい、面白いですね。新作のすごいです、ね、当時ではですね、そういうことですよね、はい、で今はもうそれがスタンダードになっているということですね。はい、江戸時代に、幕府の指揮者となり、流儀も五流、関税法相本部バルディですかね、北となり、洗練された芸能となる。先生は完全に属されているということですね、はい、この五流の何かこう違いというか、これどうなかなかこう質問がしづらいところでもあるんですけど、聞いていいのかっていうのもありますけれども、この五流、あの一般の人にちょっと分かりやすくおっしゃっていただくとどんな感じなんですか、ね。まあ、そこは五流のね、あのお家元から、はい、あの職に聞いていただいた方がいいかとは思いますけれども、慎重に、はい、はい、私がそこからあの聞きましたのは、関税は、大変流麗、である、はい、そこをもっと、はい、途中でちょっと1つ2つ3つぐらいでやめますけれども、はい、歌いは法相、はい、である、大変こう先ほどもお話申し上げて削ぎ落としていく、はい、ですからこう渋みのあるといいますかね、あのカラオケみたいにいい声でこう歌うんではなくて、言葉を伝えるところをこう、まあ、当時から古くからそれが残ってられる。また舞の金剛、能にはね、歌いと舞の、はい、素敵な要素ございます。舞金剛と言いまして、こう舞の大きさ、はい、華やかさみたいなものがそうですね、はい、というようなあのことでございます。この式学といいますのは、はい、相撲はよくね、あの国芸ですと言われますが、はい、相撲はこの国の、代表する芸能であるということですね。今日本を代表する芸能ってもしかすると世界ここってもあの過言ではないんですよ。あ、そこ全世界の無形文化遺産の第一号が、そうなんですね。すごいですね。ユネスコの、そうですね。あ、すごいですね。はい、あのいろんな流派があるということで、お茶とかもね、あの杉野さんは何流だったんですか。私は表。表ですか。はい。やっぱりそのお茶は流派ごとにね、方が全然違いますからね。そうですね。本当に違います。はい、この間あの上田倉庫が始めた上田流 の手前をたまたまあの見させてもらったんですけど、かなり直線的というか男だなみたいな、受けだなみたいな、ズバッズバッみたいな感じ、かっこいい
前だったんで、やっぱそれぞれ特徴ありますね。はい、なのでやる能楽っていうところで言うと、先生からすると自分のスタイルに合う流派に入って能楽を学んでくださいっていうところですかね。まあ、あと身近にあられる能楽者だと、はい、あの出てくられてもらえればいいかな。はい、関西流の方にお願いいたします。関西流スタイル音羽先生のところで今レッスンをやられております。はい、で、お稽古で、明治維新で幕府の庇護がなくなり、あ、そういうことですね。明治政府や上流階級社会の支援を受けるとはいえというところですね。でも政府はやっぱり引き継いでくれるんですね、そういったところは。そうですね、はい、で、第二次大戦後で大学教育を受けるが、多くの人々に支えられ蘇るということで、これどんな形で、打撃はどんな形で打撃を受けたんですか、これは。まあ、支援者がね、あの戦地にいらっしゃったりとかですね、まあ、いろいろあろうと思いますけれども、やはりこう各々何もない時に皆さんが求められたのはやはり文化で、まあ各々も大変苦難な時代を幾度となく、迎えてはおりますんですけれども、やはりその時に、その時代に来た方たちが何を残していくかと考えるときに、能、やはり能だというので、戦後間もないときも皆さん、仕事で忙しく、時でもこう能楽堂に足を運んでですね、こうご覧いただいて心をこう豊かにする、また将来のこう明るい未来をこう描きながら、たらかで今日があろう。農学堂はこれ戦争で焼けちゃったりっていうのがあったんですか。え、そうでございますね。あの被害を受けた農学堂も多くですね。はい、そういったところが農学堂。そして、今お話していた能舞台について、はい、能舞台の一応これいいのかな。仕掛かりの奥に巻く論調はない。石がかりはあの世とこの世をつなぐ。ここら辺先生に解説していただいた方がいいかもしれないですね。石がかりって何なんだっていう、はい、舞台だとかっていうのを教えていただいた方がいいですね。本舞台は、あの後ろにね、松の絵が描いてある舞台のところ、まあ、その松の目の前に動いたといいまして、お囃子方が並ぶ板は後座と、正式名称は後座といいますけれども、その前に本舞台、横板に対して縦板になっているところが、本舞台をこの柱に、で、こちらが、本舞台、その向かって左側に、ね、舞台の右手前の柱がこのように、お坊さんだったりね、山伏だったり。で、まあ、あの世からこのようにずっとこう現れて、あの世とこの世の掛け合いとも見られております。あそこがあの世のカーテンですね。そうですね、めくっちゃったあの世の掛け合いですね。そうですね、まあ、逆もしかりですね、未来に行くこともある。未来に行くこともある、ね、そうですね、ドラえもんのポケットじゃないけど。先生すいません、合わせていただいて大変申し訳ありません。そう、なんで松なんですかね。そうなんですね、松にはやはりあの神様の宿る木、また一年を通してみずみずしく、常緑樹としてですね、栄えという意味合いと同時に能も、春夏秋冬とこの四季の季節を大切にしています。はい、ですから一年を通して桜の木が後ろにあると、冬の季節の曲目ですと、まあ、違和感があると言いますか。ですからこのまたお堂はですね、笛に始まり笛に終わると言いますんですが、能の四拍子、笛、小鼓、大鼓、太鼓、この中で、一つだけ管楽器、あとは、ね、あの違いますですね。で、笛が通常はひしぎと言いまして、今ここで大きい声で出せませんけども、ヒーッとね、吹き込むわけです。そうすると、神様が松に
宿りまして、そこから芸能が始まる。また芸能が、終わりますときに、最後に笛がヒーッと高い調子でこう吹きますと、また松から神様がスーッとこう天に召される。ですからこう神や仏に捧げる芸能、先ほどの伝学でね、五穀豊穣、天下太平、国土安穏と申しましたけれども、そういった、芸能でもあります。その名残で松を掛けたわけで、まあ、だから神社にも能舞台がね、たくさんあるんですね。そうでございますね。秋の宮島もね、すごく大きい舞台があるみたいな話がありましたけど、はい、で、その日や日の日のところで、あの神様を召喚しているということですね。そうでございますね。また長い廊下のところにも、手前から一の松、真ん中、二の松、幕に近いところ、三の松、はい、これも、一つ、基本的に能、は舞台、大きな大道具や舞台装置を使いませんが、遠近法を、ね、使っているんですね。ですから手前から、高い松が上がると松が低く、なって、ちょうどこの絵では、見づらいですけど、実際に能楽堂に足を運んでご覧いただければと思います。はい、今度1月ですね、ちょうど、酒井先生のお出になられる公演がありましたね。皆さんそちらの方にお越しいただければと思います。はい、さて次ですね、能の曲による分類ということでございます。現在でも演じられる曲は約200曲。はい、そうです。さっきの明け中中入ってるんですか？明け中中は入っておりません。あ、現行曲、常に頻繁に演じられる曲目として200曲されたように、その時代作られた新作ですね、トータルでいうとかなりの数になろうと思われます。じゃあスタンダードは200曲みたいなことで思えるわけですね。年間100曲ぐらいでしょうか、よりスタンダードは。はい、で5つの分野に分類、あ、これはどういうことでしょうか。先ほど神に捧げる、はい、芸能と申しました、ありましたが、まず、沖縄に始まり、次に神様の、ね、高砂と書いて高砂と読みますけど、はい、平家物語の世界、源義経のお話、八島の会、ね、はい、で3番目ものが井筒、かずらものと言われている源氏物語。カズラものというのは女性の髪、ね、をカズラを頭の上に乗せて、演じますんでカズラものと言われますが、はい、で、4番目は、我が子を探し求める母の、ね、お能の中で有名なところですと隅田川という、うん、この隅田川は能は基本的にはですね、神や仏に救済される演目、はい、とも言われておりますけれども、隅田川だけは、最終に救われない、助けてもらえないですね。そう、唯一これだけなんですね。はい、200曲あって、じゃあバッドエンド行くだけ。そうなんですね。あ、で5番目に、ここに書いてありますように、動きが激しい作品で、最後の終わり、1番目、初番目もの、2番目もの、3番目もの、4番目もの、最後に、スカッと終わって終わるというようなことで、これを、神様も推し、武将のもの、ことごとかして男、女性のものの女の女、我が子を探し求める狂い、狂で、最後に鬼のもの、青いんで、これ神南妙狂気という大きく分けるとですね、そういう具合に分類することができるのではないかということでございます。大体その5つのジャンルが分かれますよってことですね。大きく分けるとですね。はい、ありがとうございます。これはなんかなるほど、これから見るときに一つ参考にしていただければと思います。はい、次ですね。あ、これはちょうど高さですね。これが今先ほど申し上げた
これ結構いただいたビデオが長いので全編は見れないんですけども、このシーンで伺い知ることができる見どころといいますか、どういったところをこれは楽しみにしていただきましょうか。この、この、おじいさんやおばあさん、ね、いろいろな演目で出てまいりますけれども、神体、あと住吉の明神のこの化身でございましてですね、ですからこうおじいさんおじいさんしてないといいますかね、こうキリッとしたところ、特にお能の中で、年を重ねるということはこう気を高めるという意味で、写実的に猫背になったりはしないんですね。逆にこう真の強さみたいなところを歌いでもこう歌い上げて、これが今後半の住吉の明神の見ている感じでございます。これ実際先生がおやりになられている舞台でございますか。そうなんですね、はい、あ、いや、これは父が演じている舞台なんでしょうかね。そうですね、はい、はい、林方、はい、そうですね、林方が何なのかっていうのを皆さんちょっと教えていただいていただいて、ね、そうですね、おのおの林方はやはりこの舞台の舞台をこう生やす、ね、で、まあ、先ほど申し上げた管楽器笛、ね、でまた、小さい鼓小鼓、大きい鼓王冠、あ、書いてありますね、笛能冠、この笛は普通の笛にもう一つ竹でくるんでますんで、吹き込みが強くないと音が出ない。ですからフルート渡しておきますって言って実際に脳幹を吹いても音が出ない。そうなんですね、はい、じゃあなかなか笛吹けるようになるのは大変ですね。大変ですけども最近はプラスチックのでもありますので竹子の再開とかは、まあ、先生によってはそれで OK してもいいよという優しい先生ですね。まあ、音出るようになった方が楽しいですもんね最初はね。そうですね、はい、なるほど。じゃあちょっとですからこのひしぎという高い音を出すことってのはとても大変、息の吹き込みはない。また竹も生き物ですからそこに湿度がないと、乾燥しているとなかなか音が鳴らない。お能は乾燥と湿度、特にお囃子の方はですね、とても重要になる。よくね、あの鼓とか舐めてます、ね、舐めてます、ね、そうおっしゃる通り、小鼓の方もやはり湿気が重要なんですね、はい、乾燥しないように調子紙といいまして半紙を裏に貼りましたのを、まあ、あの湿度を濡らす、半紙を濡らしてですね、中には沖縄のようにずっと演奏しているときには後ろでこうさーっと息をかける光景がおられたりもいたします。大変ですね、それはずっとじゃあパーパーしないといけないですね。ずっとではない、はい、そうですね、檻を見てやるそうですね、ずっとパーパーしてるとね、うるさいと怒られない、失礼します。この鼓もですね、はい、あのここに書いてあるようにね、あの牛の皮でできておりますけれども、あるいは馬の皮でできておりますけれども、やはりいい音が鳴るには年数、はい、ずっと打ち続けないといけない。あ、ただ大変こう薄い皮でできてますので破ける、はい、破ける時にはすぐ替えの、ですから古い鼓をお使いになる時には替えの破けた時にパッとこう交換できる、鼓を用意しておくというのが、まあ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。さて、まあ、まあ、羽衣は一旦いいですね。こちらこういう演目で、もう一つね、今出ませんでしたけども、はい、大鼓、これは、はい、先ほどとは逆に、湿度を嫌う、乾燥させるんですね。ですから能楽師が大体、まあ、楽屋入りといいまして、舞台の準備する能楽堂に入るのが、まあ、2時間前、一番先にまずお入りになるのが、お囃子方の大鼓、これは大鼓をこう掃除でこう火でですね、湿気を飛ばす火で炙ってるの。そう、ですから夏の暑い時期なんかはね、ものすごい大変
だと思いますですね。そこにこう七輪を、ま、の上にですね、あのベリタスが。今でこそね、空調ございますけれども、はい、昔はそういうない時だからね、はい、とても大変です。ですから、うん、お囃子方は大鼓と小鼓で、まあ、夫婦のような関係と言われておりますけれども、片や湿気が好きな方、片や湿気が嫌いな方でね、全くタイプですから、ところも大変面白いと思います。陰と陽っていう感じですね。そうですね。そしてとてもいいですね。はい。で、あ、すみません。ちょっと演目の方はちょっと時間の都合で割愛をさせていただきます。最後に、はい、こちらですね。伝統芸能、能楽ですね。主に能楽と渋谷の関係というところで、先生、渋谷実は能楽ご縁があるんですね。そうですね。あの、昭和47年でしょうかに、鍋島藩の、はい、ご領地であられました、渋谷の商都、はい、まあ300から500坪ぐらいでしょうか、はい、そちらに、関西能楽堂を建てさせていただくことができましてですね、ありましたね、はい、それからの、まあ、関西流お付き合い、でございますですね。この能楽堂、建てられた能楽堂は現在でも移築されまして、中央区の方に、銀座6の関西能楽堂の方で今でも、動いて活動しておる。あ、ということは、あの、そこにショートにあった能楽堂にあったあれはそのまま舞台が今ギザ6の下に移築されたということですね。そうですね。そう、すごいですね。やはり、先ほどの鼓と同様、能舞台も、ヒノキの板も年数が経てば経つほど色合いも落ち着き、うん、なんとも言えないこう足拍子の板の音というのがね、また柔らかみも出てくるという具合に、やはりこの年数がとても重要になってくるわけでございます。装束もしっかりでございます。装束も、先ほどお茶のお話で、秀吉の金の茶室、はい、もあろうかと思います。金も、できた当初はキラキラして目につくんですけれども、年数が経っていきますと、何とも言えないこう自然の光をこう反射してですね、能面が生きるように、作ったりされているレフ版ですね。そうなんです。先ほどまさにおっしゃられたように、はい、能楽堂の実は周りに、白い石が置いてあるんです。それまさにレフ版なんです。改めちゃいますもんなんですね。またもう一つ、中に着る着付けといいますけれども、そこも、金の箔や銀の箔を狙いかのところに、着込むんです。これもレフ版。おー、レフ版って言って能面を生かした、生かしたんですね。そうです。昔のことはよく分かってたら、もう幾重にもこう工夫を重ねているわけです。一つだけではない。あ、やっぱりこうなんていうか、ね、打つと行ったり来たりっていうところで言うと、やっぱりそういうこうまず光が当たって逆に陰影が目立つっていうところもはっきり出るっていうことなんですね。そうですね、はい。どういった考えか。あと渋谷でいうとセルリアンタワー能楽堂がございますので。そうですね、はい、あのセルリアンの方に能楽堂がございまして、はい、今はこちらの方で渋谷で、能楽をさせていただくときにはセルリアンタワー能楽堂さんを使わせていただいて、はい、あります。はい、はいはいはい、渋谷はやはりこう渋谷と書くようにこう深いところといいますか、ここもですね、この深みみたいなもの深いところにある力を、重要視しておりますので、渋谷の持つこの発信力といいますか、深い力みたいなものを、今後もですね、ノートを携えて発信できればありがたいと思っておりますですね。はい、今望むことはというところをおっしゃっていただきました。ありがとうございます。で、先生とですね、やらせていただいている新しい取り組みでございます。まさに先ほど、申し上げたですね、セルリアンタワーの能楽堂ですねにおいて、ナイトタイムイベントということで、ですね、21時からなんとやる公演ということで、かなりこれは新しい試みでございます。これは先生チャレンジングですね。まあ、そうですね、今海外の方も大勢お越しいただいている中でですね、なかなか夜伝統文化に触れる機会がないということで、お声掛けいただきまして、させていただいている次第でございます。大変この間も、第1回終わりましたが、皆さん好評だったようで、
また来年の1月の29日の水曜日、21時から、皆さんお待ちしております。はい、先生に告知までしていただきたいと思います。恐縮でございます。ぜひ皆様お越しください。こちらの、まさに、ね、あの次の講師なんですが、準局を、準局長をやりになられている、渋谷マイス協会というですね、協会で今、やっている試みです。杉野さんの方から何かこちらコメントございますか。そうですね、今先生もおっしゃっていただいたみたいに、やっぱりこう今すごく海外のお客様が増えてまして、そういった中で先生の本当にお計らいで、あの外国語 の、 あの通訳の方というか、あの英語で説明していただく方も登場してくださってますので、本当に日本の方だけじゃなくて外国の方も楽しんでいただけるようなイベントとなってますので、あのそういった方もお声を合わせてお越しいただければと思います。はい、ありがとうございます。こちらの方ですね、あの第1部が先生が、農学と、農学講演とワークショップをやっていただきまして、第2部があのナイトマーケットみたいな形でですね、あの伝統工芸品を変えたりとかですね、あの金魚すくいができたりという昔の、お祭りの風情を残したようなイベントをですね、あの開催も、しておりますので、そちらも楽しみにあのお越しいただければなと思っております。いらっしゃいますね、はい、そうです、あの芸者の方、外国の方すごい人気でしたね。そうですね、一緒にあのお写真も撮っていただけるような、はい、場所もご準備してますので、はいはい、ちなみに農学ワークショップのところでも普段は撮れないんですけれども、舞台の方で時間を区切って写真を撮っていただくようなチャンスも作っておりますので、そういったところに皆さん、ぜひ機会を設けてきていただければなと思います。さて、じゃあ、時間を大幅にすいません過ぎてしまいましたが、もしあのご質問あられる方いらっしゃいましたら、どうでしょうか、ありますでしょうか。大丈夫ですか、ご質問に対して大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、本日は風流坂井乙葉先生ありがとうございました。ありがとうございました。次回の告知だけ、させてください。次回はですね、ネクストクリエイティブアンバサダーということで、ワインスペシャリストの松原園子さん、1月22日、の、同じ時間19時から、こちらの方で、実施をさせていただきます。本日もクリエイティブ連携で皆様お越しいただきまして、ご視聴いただきましてありがとうございました。来月も、来年も、よろしくお願いいたします。それでは本年も、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。